皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、オートウエストエンドです。こちらは先日取り付けましたオーバーフェンダー、ホイールがしっかり収まっていい感じです。スペーサーをね、今後つけていきたいと思います。Hi Jay. How are you? Good, how are you? Busy. Oh my god. What's your plan? I'm doing the work I said I would do. 先日外でオーバーフェンダーを取り付けていましたら、あそこの時に会いましたファンキーなおばさんは今日もね、いてました。さあ、エンジンルーム結構汚くなってきてしまいました。また掃除しなければという感じですが、今日はエアコンの効きが悪くなった BMW X5 にエアコンガス冷媒の充填をしていきたいと思います。来週の予報が37度、すでに外気温20度でも直射日光当たるとね、このくらいの温度になりますので、ちょっと怖いです。こちらが去年の夏補充した動画ですが、なるべく入れすぎないように少なめにしておきましたが、少しずつ漏れていたんでしょうね。また効きが悪くなってしまいました。今年はこちらのマニホールドゲージを購入しましたので、低圧高圧両方の圧力を見て冷媒不足であるということを確認した上で補充をしていきたいと思います。去年の低圧だけのゲージよりは正確に状況がわかると思いますが、それでも冷媒不足が原因ではないという可能性は残されていますので、かえってエアコンガス充填をしてエアコンを悪化そして故障させてしまうというリスクも背負いながらやっていきたいと思います。ちなみにカーエアコンの不調の原因を探るチャート、いいサイトを見つけましたので概要欄に貼っておきます。参考にしてみてください。一番外側に振ってあるメモリは圧力ですが、その一つ内側に振ってあるメモリが今回補充します冷媒 R134A の冷媒飽和温度と呼ばれるメモリです。今日はややこしい話が続きますので、逐一一時停止しながら、ね、見ていただければなと思います。僕も完璧に理解しているというわけではございません。暖房と同じ効果があるようです。BMW の場合、運転席側にエアコンの能力を振っているようなので、助手席側はさらに暑いです。後ほど冷媒補充の際に圧力を見ていきますが、その時も適正の圧力をチェックする時には2000回転付近で保ちます。
この目安の圧力についてもいろいろサイト上を見ているとばらつきがあります。信頼できるサイトだったり同じ車両の前例のあるその圧力を参考にしてみてください。適正の圧力が目標値にそれぞれ高圧低圧とも達していなかったので冷媒不足の可能性があると。そして去年は冷媒の追加によってエアコンの機器が改善しましたのでこの車両に関しては冷媒不足ということで作業を進めていきます。いずれにしても去年の低圧ゲージのみのものでは高圧側がねわからないので去年よりは安心して作業することができます。僕の使っているマニホールドゲージは温度は華氏、そして圧力は PSI になっています。日本からご覧になられている方おそらくメガパスカルの方が主流だと思います。文字での説明ちょっと分かりにくいですが要はねこちらの黄色いホースの今接続している部分ここからエア抜きをした方が良かったです。今回使う漏れ止め剤は漏れが出ていた場合確認できるように赤い塗料が入っています。それがホース内ねいろいろ溜まってしまうので去年使いました安い低圧のみのゲージで充填をしていきます。この瞬間とても気分が上がります。
逆さまにし続けたものの、作業後に見てみましたら缶にまだ若干量の漏れ止め剤残っていました。ここでも同様、最初のエア抜きと一緒で缶についている貼り付きのアダプターのバルブを閉じて黄色いホースからエア抜きをすればよかったですね。はい、アイドリングでここまで来れば十分だと思います。ただ助手席側は冷えが弱いんですが、まあ入れすぎても怖いのでここら辺でやめておこうと思います。340g 入っている冷媒の缶ですが、半分ぐらい使った感じですかね。すべてのバルブ類を閉じてマニホールドゲージを車両から外していきます。低圧のみがついているゲージ、こちらにも赤い塗料が残りました。漏れ止め剤なんですが、しっかりこのエアコンのシステムに循環しないとその場所で固まってしまうんですよね。30分間はエアコンをつけたままにして漏れ止め剤を全体に行き渡らせます。後部座席の方も運転席側後ろの方が効きが良かったです。はい、良い感じ。先日ブロアモーターも交換しましたので、エアコンがとても静かになりました。そして最大2度台まで冷えてくれました。 BMW のカーエアコン復活しましたが、実は自宅にはエアコンありません。というかカナダのバンクーバーそこまで暑くならないんですよね。普通ならバンクーバーに来て 3,4 年経ちますが、今まで最大で30度ちょっと上回ったぐらいですので、この週末の異常な高温とても心配です。もう街の電気店エアコンが売り切れてどこでも買えないようです。はい、というわけで扇風機だけで過ごしたいと思います。今回の動画参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。